はい、こんばんは。マドモアゼル本郷です。今日は、ジャラポンゲーム、ドラえもん、みんなで遊ぼうよ、ロイヤル40。こちらの動画をアップしていきます。ジャラポンゲーム、ロイヤル40。基本上がり手と特別上がり手の2つがあります。それぞれ、 どのような上がり手があるのかを理解してマスターしていきましょう。まず一つ目です。 基本上がり手の一つ目はキャラパーフェクト。これドラミちゃんが一つのパターンに今回あげましたが、ドラえもん以外のキャラであれば9個揃えば80点、ポンであれば40点です。 はい、こちらは基本上がり手の2つ目。6、3セットです。同じキャラパイが6個と別のキャラパイが3個。で、点数は40点。ポンして20点です。えー、例ではこれはスネオが6枚とジャイアンが3枚になってますが、別なキャラクターでも OK です。別なキャラクターで6枚3枚の組み合わせでも OK です。 基本上がり手の3つ目は3キャラセットです。キャラパイが3個ずつ3種類であれば OK です。点数は20点、ポンした場合は10点です。このパターンはスネオが3枚とジャイアンが3枚とミニドラが3枚です。他のキャラクターでも OK です。 次は基本上がり手の四つ目。ドラえもんとニコニコセットです。ドラえもんが1個とそれ以外の同じパイが2個ずつで4種類。点数は10点です。ただ気をつけなければならないのは、ドラえもんが1枚が絶対条件です。 ドラえもんが必ず1枚あって他が全部2個ずつというのが絶対条件になるので、えー、ドラえもんが2個でということでは対象にはならないので要注意です。次いきます。 続きまして基本上がり手の4つ目はみんな集まれえ、違うパイが1個ずつで9種類、こちら点数5点です。えここまでは基本上がり手の得点表だったんですがえ、ちょっとこのドラえもんみんなで遊ぼうよロイヤル40はやはり特色があって特別なパイがあります。それはまず1つ目紹介します。 まずこれが、えー、オールマイティーパイと呼ばれるものですどら焼きのパイです、はい、ではこれどういう時に使うのかというのもまた紹介しますがいろんなパイに代用ができるというものですで 今、こちら、オールマイティーパイが入って、2から8までのパイがあったとします。そうすると、このオールマイティーパイは、ドラえもんの代わりになったり、秘密道具の代わりになったりできますので、例えば、ドラえもんを持ってきたときは、これで上がれます。このオールマイティーパイが、秘密道具の代わりになるからですね。また、 秘密道具を持ってきてきも上がれますこのオールマイティーパイがドラえもんの代わりになるからですねというのが一つの特色ですともう一つ特徴のあるパイはこのネズミパイですえー、これはネズミパイは他の人が、えー、上がった時に、えー、パイを持ってると 上がった人に3点払わなければならないパイなんですけども、このパイを早めに処理するために他のパンとパイと交換ができるというものです。ですからネズミパイは手元にないようにした方がいいということですね。 はい、ではここからですね、特別上がり手、特典表の話になります。こちら特別上がり手の一つ目は、ドラえもんパーフェクト、ドラえもんだけ9個揃えた場合、 こちらは点数は100点でスポーンした場合は50点です。特別上がり手の2つ目はロボットブラザーズドラえもんが6個とドラミ3個またはドラえもんが3個とドラミ6個で点数は60点。 ポンをした場合は30点です。 はい、えー、特別上がり手の3つ目です、えー。静かちゃん大好き。こちら伸びた6個と静か3個、また伸びた3個と静か6個で、点数は50点、ポンをした場合は25点です。 はい、特別上がり手の4つ目は、伸びファミリーです。伸びた3個と伸び家6個、または伸びた6個と伸び家3個で、点数は50点、ポーン押して25点です。 特別上がり手の5つ目です。ロボットセットです。ドラえもん3個とミニドラ3個、ドラミ3個で30点、ポーン押して15点です。 はい。で、最後の手です。こちら特別上がり手の6つ目、22世紀セットです。せわしが1つと、秘密道具、ミニドラ、ドラえもん、ドラミをそれぞれ2個ずつで20点です。 このドラえもんみんなで遊ぼうよロイヤル40を今日は紹介しましたが株式会社エポック社で出してまして今は主流なのがみんなで遊ぼうよロイヤル50というのがあります50種類のゲームができるそうです最新のバージョンのものはですねでトランプができたりいろいろできたりします こういったジャラポンゲーム以外も、あの、家族で遊べるような内容になっておりますので、ぜひ、えー、いろいろなフリーマーアプリですとか、え m、ー、a z o n ですとか、えー、近所のリサイクルショップ、おもちゃ屋さんなどを覗いてみて、皆さん、家族が集まった時に遊んでみるのもよろしいかと思います。今日は、えー、ジャラポンゲーム、ドラえもん、 みんなで遊ぼうよ。ロイヤル40の動画をアップいたしました。最後まで動画を見ていただきまして、ありがとうございました。マドモアゼル本号でした。